どういうことですか、太陽は人類の敵味方。いやそれはもう太陽というのはもちろんね、はい、我々にね光と熱を与えてくれる、はい、もう神様みたいなもんですよ ね、はい、太陽がなければ私たち生きていけないんだから。生きていけないですよ、うんうん、その意味では味方ですよ、はい、味方でしょ、うん、ただねそれも度が過ぎたら大変だねっていう話がいくわ、うんはい、それから最近ね太陽自体が弱ってるっていう可能性があって、うんはいうん、ちょっとね2つの意味で、はい、うん大変だなと思いますね。どういうことですか。まず一つ目、うん、ね太陽の活動っていうのはね実は強かったり弱かったりする時代があるんですよ。時期っていうのかな、うん、だいたい11年周期です、うん、黒点って名前は知ってますでしょ。え、何ですか、はい、太陽の表面に、ねうん、なんか黒いシミのようなものが見えるの、はい、太陽に、うん、黒いのはちょっと周りよりも温度が若干低いから、うんまあ、周りに比べれば黒いだけであって、うんうんうん、温度高いんですよ本当は、うんうん、ただああいった黒点っていうのはね太陽における活動度を表してるんですね、はい太陽もやはりこう対流してるんですよ、はいね、この対流活動のところが黒点なんで、はいはい、あれがいっぱいあるってことは対流が活発、はい、したがって太陽もすごく活動が活発なんです、はいうんはい、黒点の数をね丹念に数えてるんですよ、はい、学者っていうのは、はいはい、その数見ると大体11年周期で黒点が増えたり減ったり増えたり減ったり、大体観測が始まってから過去23回はその周期がはっきりしてるのね、はい、で今24回目に入ったんだけども、はい、なんかね3年か4年前に入ったはずなんだが全然上がってこない。え、前回が2008年から、はい新しい周期に入ったはず、はいうんうん、で元気になるはずなのにあれあれあれって上がんないよ上がんないよ、怖い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 、うん、そう元気になるっていうのはどういうことなんですか。太陽が元気になる、例えば光が増すとかね、あの猛暑日とか言うじゃないですか、すごい例年になく暑いこの夏は、うんうん、それは関係あるんですか。ね、あれは地球の表面の話なんだけども、はい、元になってる太陽そのものはそれほど光の強さが強まってないんです。むしろ弱まってると言っていい、うん、で予想では2013年、はい、来年が、はいマックスになるはずなんだけども、はい、どうも今回ねマックスが抜けるかもしれない。で抜けちゃったらあとこのままずるずると弱ったまんま行くのかなっていう予報もあるんですね。最悪どうなるんですか、その弱まったまま行った場合、まあ、太陽の輝きがどんどん弱まってくるんだから。いや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 プールこんなに焼けたのに大地さんプールも行かれへんし。その黒点の数と地震も関係してると言われてるそうです。ええ、これはね、はい、理屈は分かりません、はい、分かりませんが、はい、もう関係性を見ると、はい、かなりね確率っていうか、はい、ありますよ、はい、九州大学にね、はい中空環境研究所ってある。中空っていうのは、まあ、空と宇宙の間あたりね、はい、でその中空環境研究所の人が、まあ、その黒点と地震発生の頻度を見たんですよ、はい、そうするとねまあ、地震にもマグニチュード5とか6とか7、8あるじゃないですか、はい、だいたい7より大きい地震っていうのは、はい、黒点の数と関係ある。黒点がない方がどうも地震が起きやすい、はい、大きいのが、うん、じゃあ去年なんて本当にそうやったってことですか。そうなりますね。本来ならば去年っていうのは黒点が多い年なんですよ、はい、でも異常に少ない年だったんですよね、はい、そういったことが一度のじゃなくって、はい、過去数十年間調べたら、はい、かなりの確率で黒点が少ない時に大きい地震が来てると。でまあ、大体太陽の活動はどんどん弱まってるんですけども、あと地球もどんどん寒くなってるんだけども、はい、そこでさらにね太陽の活動がもっと弱くなっちゃったら地球が受け取る熱量が減るわけですよね、もちろん、はい、もうあとは冷える方向にしか進まないじゃないですか、うん、だから多分今度2013年のマックスが抜けちゃったら、はい、ひょっとすると小さい氷河期が来るかもしれない。どれぐらいですかそれ、まあ、小さい設定温度何度ぐらいにしたいんですか。まあ設定温度はまあ普通にしてください。そんなすごいことですよ、そんな氷河期って、うん、で実はね300年前にもあったんですよ、はい、元気のない時代が、はい、300年ぶりってことですか。じゃあそうです。えで300年前はもろにプチ氷河期です、はいはいはい、ヨーロッパなんかだと、はい、例えばロンドンのテムズ川が凍っちゃうとかね、ニューヨークなんかニューヨークのあの島なんかの周りの川っていうか海が凍っちゃって、はあ、対岸まで歩いてくるとか、
だから300年前にはそういう300年前日本はどうやったんですか。300年前はね、実は、東北地方が例外で西日本は乾燥というか干ばつ、だからそういった氷が張るってことはなかったんだけども、まあ、異常気象でしょうねやっぱり。やはりね、温度が下がると穀物作物できないんで、まあ、一番心配なのは食料問題、次はみんな暖房するからエネルギー問題になりますよね。はい、まあちょっとね、それじゃあ11年間氷河期、プチ氷河期が来るってことですか。うん、前回はもうちょっと長かったですからね、数十年あったんで300年前。昔の人は寒かったやろ。そこ、まあそうですよね。いや朝とかすっごい寒かったやろ。そうですよね。結構異常気象なんですね、じゃあ本当に。うん、だから本当にその地球の温暖化の話がね、地球だけの問題じゃなくって太陽の側にも問題があるってことね。まあ、こういったことは覚えていただきたいなと思うんですね。それが一つでしょ。はい、もう一つは。もう一個は太陽が今度活動しすぎっていうのかな。はい、太陽がね時々爆発するんですよ。はい、これは最近になって爆発、うん、人工衛星をねどんどん飛ばして太陽の観測してて初めて分かったんですけども、結構頻繁に表面で爆発してるんです。太陽ああいう感じですね。そうですね。で小さい爆発とはいえ地球がすっぽり入っちゃうぐらいなんですけども、あれで、あれで地球入る大きさなんですか。すっぽり入っちゃいますね。まあ、この爆発現象、これフレアっていうんですね。はい、フレアで爆発すると2つのものを出すんですよ。はい、1つは電磁波って言って、まあ、紫外線とか X 線、あるいはまあ電磁波、電波も含んだものですね、ざっくり。それからもう一個は物質が飛んでくるの、粒々が、はい、で物質、陽子とか電子、イオン、そういったものが飛んでくると、で物ですからちっちゃいといっても物だからね、超高速で飛んでくるんですよ、ピューって。当たったらね物壊れますよ、こっち側。例えば今から8年前、はい、2003年 の、 あのハロウィンってあるでしょ、はい、10月の末に、はいはいはい、あの時に起きた大爆発があって、はい、まあ、いろんなものが飛んできて、その時ね、宇宙ステーションに人がいたんですよ。はい、宇宙ステーション乗ってる人がそんなもん直撃食らったらやばいから、宇宙ステーション内の比較的壁の厚い場所に逃げろという指示があったの。はい、宇宙ステーションにはそういうシェルターはないんだけども、はい、まあ、比較的壁の厚い場所があるから、はい、そこに逃げなさいと。で当時乗ってた人たちはみんなそこに逃げた。で壁が分厚いから一応遮断はされるんだけども、やっぱりね突き抜けるものもあるんですよ。そりゃそうですよね。で壁なんかを突き抜けちゃうから人間の体なんかあっという間に突き抜けるんです。そうすると頭蓋骨を通って脳の神経とか、あと目の視神経を刺激するの。見てないの、頭の中でチカチカ光るんだって。あ、もう一瞬ダンってくるからですか。だからもう物が通って頭の中の神経を刺激して、それでなんか光ったかのように、それ出ていくんですか。うん、ピューって。大丈夫なんですか。大丈夫。そんなちっちゃいものなんですか。そんなちっちゃいの。でもスピードはものすごい。はい、それ地球まで来ることもあるんですね。それがね、地球って大きい磁石なんですよね、南極北極って、ね、はい、その磁場っていうんだけども、磁場があるおかげで直撃を防いでくれて。なるほど、すごいですね。地球も守ってるんですね、そういうのを。で、まあ、この磁場のおかげで直撃しないで南極側に行ったり、はい、北極側に行ったりするの。はい、その時に何が起きるかっていうと、地球の大気がクッションとなってくれてるの。はい、その代わり大気はこの量子とぶつかっちゃうでしょ。はい、ぶつかると何が起きるかというと、はい、光を発する、はい、いわゆるオーロラ。はいはいはい、オーロラっていうのは太陽から飛んでくる粒子が北極と南極で地球の大気にぶつかる現象ですよ。はい、でそれで我々守ってくれてる。その仕組みが分かる映像があります。はい、はい、太陽で爆発しました。下で太陽から物質が、物が飛んできましたね。怖い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 。あれ高速粒子ですからね、超高速粒子が飛んできて、で地球の、 あの磁場が守ってくれてる。これで一旦地球の裏側に入るんですね。ああ守ってる、裏側に守って、地球の裏側に全部粒子が入っていって、そこで一旦溜まった後、北極と南極の方から入ってくるんです。ああすごい。それで北極と南極側に入ってきて、空気とか大気と衝突して光を発するのがオーロラです。じゃあ、あのオーロラ見に行こうっていうのはそういうことなんですか。そう、あれを下から見てると、あの外から見るとこうなんですね。で地球の北極と南極にね、必ず両方同時に出るんです。同時に来るんですか。はい、
太陽から飛んできて北と南に分かれて両方同時に入りますからね。きれいがオーロラなんです。オーロラです。じゃあ例えば僕らオーロラ見に行こうってあるじゃないですか。カナダ行ってオーロラ、はい、今日オーロラ見えたわとか見えなかったわっていう時あるじゃないですか、ええ、それはどういうことなんですか。それはだから、その太陽から飛んできた粒々が入ってきてるかどうか、入ってきてた、来てる日か来てない日か。そうです。じゃあここですっごい見えてたら真裏でも見えてるってことですね。そうです。へ、結構怖いことなんですね、オーロラっていうのは。じゃあただでも大気が守ってくれてるからね、光ることによってもうそれが来ないようになってるんですよ。なるほど、なるほど。で、まあ、オーロラって、まあ、色がありますよね。普通はなんか緑色かな、あれはね空気中の酸素とぶつかってるの。あとねもう一個空気の窒素ありますよね。窒素とぶつかるとピンク色なの。いやすごいですね。だから空気中の窒素と酸素がね我々を守ってくれてることの証明なんですよ。じゃあこれはオーロラってすごい神秘的なもんなんですね。うん。ああ守られたってこと。そうですよね。ね、はい、綺麗し守ってくれるし。すごいですね。すごいオーロラ。で今まではオーロラをね下から眺めて、はい、わあ美しいと思ったけども、もう21世紀はオーロラを下に見る時代ですよ。はい、その映像もございます。はい。はい。これはあの国際宇宙ステーションから撮った本物ですよ。これ CG じゃないんですか。これ本物です。本物実写ですか。はい。はい、これはあの国際宇宙ステーションから撮った本物ですよ。これ CG じゃないんですか。これ本物です。本物実写ですか。はい。何これ、ね、宇宙ステーションの一部が見えるでしょ。太陽パネルが、すごい。これどうなってるの、どうなってるんですか。これ宇宙ステーションの下側にオーロラが出てますね今。だからもう宇宙ステーションの時代はもう21世紀はオーロラを上から見る時代なんですよ。へえ。21世紀はああいう風に楽しむんですか。そうです。いや不思議なことが。太陽が元気が今元気がないのと爆発とは関係ないんですか。これはね、はい、今一つまだ見えてません、はい、まあ、ここしばらく元気ないんですけども、はい、とりあえず爆発だけは起きてるんですよ。あ、まあ、今後ねこの間起きた爆発それほど大きくないけども、はい、まあ、今後ものすごい爆発が起きる可能性はあって、はい、1859年、はい、ものすごい爆発があったんです、はい、その時はね、はい、あの、はい、太陽から来る電磁波のおかげでなんと家が燃えちゃった。まあ、電気ですけどね、送電線に過大な電流が流れて、はい、その電流が流れすぎたおかげで、その磁場は守ってくれなかったんですか。もう磁場がいっぱいいっぱいなの。地球の磁場がいっぱいいっぱいになっちゃって、はい、もうどうしようもない。それで地球の表面に大きい電流が流れちゃって、それでショートして電気器具がで火事になっちゃった。怖い。まあ、だから我々ね太陽のまあその活動の強弱ってものもよく知った上で、まあ太陽とうまく付き合っていくことが大事でね。今まさに太陽を見てて、天気予報やってるんですよ。太陽天気予報っていうか宇宙天気予報。あ、黒点数63とか。そうですね。フレア予報もありますよ、
こんなまで結構しっかりとしたデータですよね、うん、もうそういう時代ですよ。本当に天気予報が宇宙にまで及んでるような時代ですね。へえ。だからその150年前で家が燃えたっていうので、まあ、住んだとしたら、今そんなところじゃないでしょ。それこそね、ねえ、こんだけ文明がね、うん、とんでもなくなるんですか。ですね。同じことがあれば何が起きますかね。いやそれこそね、そんな、まあ、一概にね、怖い怖いって言ってもしょうがないんで、まあ、できるだけ備えておくと、うん、で何があっても、まあ、適切に対応するように、ね、冷静には行動したいですね。うん、まあ、つまり何が起きるか分かんないってことをあらかじめ知っておくと。うん、すごいな。なるほどな。なんでそれをもっとこう大々的にね、やらないんですかね。うん、初めて聞きましたこのね、宇宙の天気予報なんかね。だんだんとお茶の間にも宇宙天気予報が出てくるんじゃないかと思う。これから、これ吉住さんできますかね。ちょっと難しいんじゃないですか、吉住さんには。